ソウルキャリバー15回目、今回はもうこのソウルキャリバーシリーズの代表キャラの一人と言ってもいいでしょう。タキ行きましょう。いや、リザードマンか、いきなりタキ使えるのはな、結構これは楽しみ。ただな、なんかの時にも言ったけど、この顔を隠すのは絶対マスクの方がいいと思うんだよ。今作って布で隠してんのよね。ただ胸元開いてんのは、よー、早いね。前回アイビー使ってかなりね、特殊な操作感に苦戦したんだけど、いやー早い。やっぱとにかくこの圧倒的なスピードでね、叩きのめしていくっていう滝ですよね。なんだっけ、メッキ丸だっけ、風魔完了って言ってほしいな。セクシー、いいね。アイビーの当てたこれ一作目対応したやつ、キャーってねこれいいんだよな。うん、気持ちいい。いいじゃない。アイビーもケツキャラだけど、タキもケツだよなタイツで隠しきれないこのケツ。なるほど。あ、出た言うてたらアイビーが出ましたね。これは 2P カラーの 2P って 2P カラーのアイビーですね。宝塚っぽいアイビー。いやー、おー、いいね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 。ほうあ、こんなんが、あ、いいね。一気にこうやって。タキはね、特にこの蹴りとかに関してもかなり使い勝手がいいような気がするんだよ。よし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 。蹴りのリーチと多分この武器のリーチ自体がそんなに変わらないんじゃないかなと思う。だからなんか使ってて違和感なく使えるというか。オーケークイー、風魔完了。滝のさ、なんだっけ、一作目のあの敵なんだっけ、読めなかったよ、妖怪の名前。あ、落ちちゃった。あ、自分落ちた。キャー、うるせえ二人だな本当に。前回もこの二人戦った時うるさかったんだよ。すんげえ叫ぶんだよ。あ、いいね。あ、正面から見ると割とありだな、この顔隠してボルド、ジョーカー感のあるボルド。股間にお面をつけるなよおっと、あ、早い早い、ほんと早いわ。いやー気持ち、あ、危ない、自分が落ちてる、自分、いやー、そう、ほんと、いや、いいなー、滝のこのスピード感。滝、マキシ、シャンファってやっぱここね、スピードトップ3だと思うな。で、このケツいやー、ほんとケツに気合い入れてるよね、ソウルキャリバースタッフやね。やっぱおっぱいよりお尻だよね、ソウルキャリバーって。絶対絶対尻フェチなんだと思うんだけど。あ、ソウルチャージ使ってみたい。ソウルチャージ使ってキャーってやりたい。届かない。うん、待って待って、遊んでたら死んじゃう。あ、バブルノックアウトだけど、一回こっちが先に勝ってたから勝った。よしよしよし、これはラッキー。あ、後ろにベルチー様が映っておりますね。セルバンテス、なるほど。でもこの時点ステージ4で来るセルバンテスは楽にいけるんじゃないかと思いたい。もう終盤に出るさ、前回のあの最後のセルバンテスきつかったなー沼ったなー。ほう、ここでいつものキャーキャーキャー、出なかった。これかキャー、横横押し一発三角ね。よしよしよし、いいね。滝の声優さんも変わってないような気がするんだけど。ほう、いやー、やっぱこの軸移動というか、あ、これは、いや、これは面白い、このぴょんぴょん飛べるのあんま意味ない意味ないあんま意味なく無駄にぴょんぴょんしてしまった。飛ぶのが面白くて。1対1行こう、ここ、おお、いいね。うわ、気持ちいい、何今の。
入ったね、ここ見て、ここバッチリ入った。自分でも何したかよく分かんなかったけど今んとこまだ死んでないか。おあ、ここはスピード対決、タキ VS シャンファ。タキのラスボスって誰だろう、考えたら三剣とかかな。いや意外とこの日本人組、三剣タキって絡みがないような気がする。ほう、待て、危ない、マジか、大丈夫、まだ息はある。あーっと一気にやられた。くー、この連携技はでも敵ながらあっぱれ。ほう、この時のこのテンションはなんでこうなったんだろうね。寡黙な女忍者とかじゃない。いいね、俺今何したの分かんないけど突っ込んでた。負けた、しかも負けた。あ、でもね、タキのちょっとね負けモーションは見たいんだよね。正義は勝つ、おう、かわいいなあらあら、おっぱいがちょっと、もう行こう、はい、よし、ほう、ソウルエッジ1作目もさ、さっきこのテンションだったじゃない、ほうとかさ、キャーとか。いやー、これ伝統芸なんだな。6もそうだった気もするもん。ずっと続いていくんだよ、このタキのハイテンションは。あ、刺した。キャー、ここすごかったよ、最後今決着。キャーあ、ちょっと待たしてる。いいなぁ。ほう、あ、たほう、あ、落とし、落とせそうですよ。いやー、なんか、いやー、焦ったね。やっぱ距離取るべきだったかな。ほう、ちょっとヒップホップっぽいんだよな。ほう、ほう、お、いいね、この華麗なる足技。ああ、素晴らしい。いやー、こう思った通りに入ると気持ちいいね。ここでぐさっとキャーが入った。いいじゃん、背景も桜に合うよ。おっと、ジークフリート、かっこいい。相手は完全パワーで来るぞ、ここは。おい、ふう、一気に持ってかれるね。このぐるぐるブレイクダンスみたいなさ、足技。うっ、まずい。くく、よーし、逆転。あー、懐入ったね、今振り上げたところで。あー、よく入った。キエイよしよしよし、今んとこノーコンティニューじゃねえよ、俺死んでんや、さっきさっき普通に死んでたわ。ほう、向こうもすごいことしてくんな。危ねえ危ねえ。ういね、うわっと、よし、うわ、マジか。あー、完全に今隙だらけだったか。あー、吹っ飛ばされた。かっこいいな、お前は。で、このお尻です。ふー、マジか。滝
期はでも絶対あの 2P カラーの青いのよりこの赤いのが一番だね。よーし、いいね、ブレイクダンス炸裂。この素早い動きに翻弄されるだろ。よっしゃ、まずは一勝。いいね。うん。あー、マジか。どんな技だお前それ。投げ技いらやりてえな。投げ技、あ、ダメ。あ、入った。うわ、怖え。ここ、うん、マジ。おお、相手が飛んだところにたまたま、いや、たまたまじゃないです、狙いました。ワンフレームが見えてます。懲りないやつ。さあ次でラストか。あ、ナイトメアになるんだ。ジークからのナイトメア。よーし、風魔完了しちゃうぞ。これで、これだけでいけない？あれ、これ、あれ？あれ？あれ？これだけで、あれ？あれ？いけちゃう。やっぱスピードが速いから、こんなんでいけちゃうね。おう。ただそれはちょっとあまりにも面白くないけどね。もう相当追い込まれた時だけにしよう。うわっ、うわー、じゃあ追い込まれた、やべえ。すげえ。なんか苦戦するのはさ大変なんだけど、やっぱそこが面白いところもあるから、格ゲーやってて対人でできないから、やっぱ強いコンピューターと戦うしかないっていうか。うー、ここ、あー、避けられた。え、あー、こっちも一撃入ったけど全然食らってないね。でこのケツですよ。うっと、よし、うん、うわー、マジかよ、あと一撃だったのに。もうこういうこともあるんだよな。困った時はこれ。ほう、よし、いいね。ふう、やっぱね、蹴りもガンガン使っていくべきだわ、これ。ここでガンガンと入ったもんね。次、ここで決めましょう。決められちゃう、逆に。ほう。やばい。ブレイクダンスで勝った。ここでよく入った、ブレイクダンス。ここ素晴らしい。キエイ。さあ次でラストだ、インフェルノ。今のところそんなに沼ってないよ。なんかもう感覚が麻痺してきて、これぐらい負けるのはもう全然ね、沼プレイには感じなくなってきましたよ。こ、当たり前。これぐらい負けるのは当たり前ってなってきちゃった。あっ、これはでもこの辺はナイトメアと同じか。くえ、やば、落とされる、落とされる。いやー、普通に体力で死んだか。さあ相手の武器は、あー、スタロスか、ロック。あ、未だに、あ、これ、いや、ロックっぽいな、武器的に。あの熊おじさん、おー、いつもあの神社で鬼になったら熊おじさん。エッジマスターモードでね。なー、やっぱ強えな、インフェルノな。あ、なにこれ、すげえセクシー。この負けポーズ初めて見るよ、これいいよ。
これいいよ。うん、フォトモード欲しいわ。よし、いいね。わあ、打ち上げやめろ。ほう、うん、よし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 、まずは一勝。マキシ、なるほど、ここもスピード対決。うん、この電光石火の攻撃、真のスピードスターは一体どちらなのかというところで負けました。マキシです。まったくもう、ミツルギ、うわーマジか。インフェルノのミツルギはね、すげえ強いイメージがあるんだよな。ううほらほら、すげえ強い。いやー厳しいなー。マジか。あ、これ忘れてた。まあ忘れててもいいんだけど。いつ使えばいいのかよくわからん技でもあるんだけど。おお、いいね。あ、なるほど、今ちょっとコマンド分かった。前転中にとかあるんだ。なるほどね。うわ、まずい。いや、お、ダブルノックアウト。なるほど、これで1対1。誰だ、キーク、あ、違う、そんな。ほう、ここで砲使ったらまずいよね。うう、あれ、ちょっと待って、違うの、今キャーをやろうと思ったんだけど、なんかうまくコマンドができなくてハメ技みたいになっちゃった。まあ勝ちました。風魔完了、聞けるかな。おお、出た出た、風魔完了。やっぱこれがないとね。ジャキオ、チレイ。あー、やっぱこのイラストすげえかっこいいな。滝の気合を乗せたメッキ丸の一撃がインフェルノを貫いた。おお、敵と同じ邪性を持つ武器を持つ彼女は自在に制することができたが、かすかなメッキ丸のこう、ともに、ああ終わらないというのか。しかし彼女はやりと言えるだろう。おお、かっこいい。そしていつもの決め台詞を言うだけだ。風魔完了と。決め台詞とか書いてなかった、ごめん、セリフね。ごめん。これだけ、これだけさ、もう熱いバトルの後に文章読めんわ。かっこいいね。最後月に浮かぶ滝、風魔完了、バッチリです。いや面白かった。滝はね、使ってて俺はすごい好きでしたね。なんか、うん、かなりスピード感があって速さに戸惑っちゃう時はあるけど、なんかでもそれが面白かったな。へえ、よし、じゃあもう残りも少なくなってきました。次回はじゃあ次回のキャラクターお待ちかね、リザードマン行きましょう。待ってない。いやー、リザードマン、ある意味一番可愛いキャラクターだとは思うから。今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。